国際スケート連盟は30日、2022年北京五輪期間中にドーピング問題が発覚したカミラ・ワリエは、ロシアが2021年12月25日から4年間の資格停止と同日以降の成績執行の処分を受けたことで、同五輪の団体戦で2位の米国が金メダルに、3位の日本が銀メダルに繰り上がると発表した。ROC ロシアオリンピック委員会は銅メダルとなるなお、1位だった ROC は、ワリエワの成績のみが取り消された。4位のカナダは ROC に1ポイント足らず、4位のままとした。ワリエワは五輪当時、金メダル大元命として注目を集めたが団体戦後、21年12月に採取された検体から禁止薬物の陽性反応が出た。 知事選手資格を停止されたが、ロシア反ドーピング機関、ルサダ、ニーにを申し立て処分は解除。国際オリンピック委員会、IOC、都世界反ドーピング機関、和田はスポーツ仲裁裁判所、CAS、へ提訴。個人戦への出場は認められた。しかし、本番は SP 首位からフリーでまさかのミスを連発。 フリーは自己ベストから40点以上低い141、93点、合計224、9点で表彰台を逃していた。